皆さんこんにちは、ドラディションのレオナです。今回はですね、引き続き、ドラディション5月12日後楽園ホール大会の、試合の模様をお届けします。この回ではですね、第3試合の、タッグマッチをお届けします。こちらもね、いろんな団体からさまざまな強豪選手が集結するというね、まあ、ドラディションならではの、試合だったかなというふうに思いますので、最後までたっぷりとお楽しみください。トラディションの前身ムガでデビューした正田が古巣へ凱旋。世界を知る男カズマ坂本とタッグを組み、ドラゴンゲート望月、大日本岡林の強力タッグと大激突。第3試合タッグマッチ、正田カズマ坂本バーサス望月正明、岡林雄二。さあ、ということで早速、第3試合お届けしていきます。この試合赤コーナーは正田選手と、風間坂本選手、そして青コーナーがドラゴンゲート望月選手と、大日本プロレスの岡林選手がタッグという形で行われました。いや、なかなかね、こういうマッチアップっていうのは僕もいろんな団体で試合させてもらっていますけども、なかなか見たことない、巡り合わせかなというふうに思います。いや、僕的にはですね、この正田選手と田沼さんがこういった形で、タッグを組むっていうのも、まあ、ドラディションではね、すごく新鮮だったので、まあ、キャラクター的にもすごくね、なんかマッチするいいタッグチームだなと、ね、こう外から見てて感じていました。そしてね、当然ね、正田さんはですね、ドラディションのね、前身の、新日本時代にね、試合を作った、ムガの時代に、そこでね、デビューをしたっていうね、経歴が、その後ね、メキシコに渡ったりとかして、ね、そういう新しいスタイルっていうものを、作られて今ね、こうされてるっていうので、もういろんな団体で今も活躍をされています。もう一発の蹴りでね、こうやってまた場外出て、間合いを取るっていうのね、相手としてはペースがつかめなくてイライラする部分も、すごい浅田さんの珍しい蹴りの、望月さんもですね、もう本当ドラゴンゲートで、まあ、キャリアもそして年齢もすごくね、本当にベテランの域に入ってこられている中でね、すごい試合数といろんな団体で活躍されているというので、最近はですね、ドラディションにも数多く参戦をしていただいています。どうしてもね、こういうレスリングの攻防の時っていうのはね、このマットが擦れる音とかっていうのはね、どうしてもなんか聞き入っちゃうんですよね。望月さんの、ね、厳しい攻めっていうのが、まあ、こうやって一つの試合の中で見れて、また融合して、
田川選手です。いつも例えば自分と試合した時とかも絶対必ずこのドラゴンリーグにどっかで必ずおちょくってね、こう揺さぶりをかけてくる。この岡林選手ね、ドラディションには多分今回で、2回目の参戦ですね。そして、ね、対する和田選手はもうほぼ毎回レギュラー的に、ね、こうドラディションに、参戦をしていて、もちろん岡林さんのこの体の厚みっていうのはもうめちゃくちゃなものがありますけども、そして見るとやっぱり和田さんのこう身長が大きかったりとか体の厚みっていうのはやっぱり大きい選手だなと感じますね。ヒストリー、僕も一度この岡林選手とですね、確かレッスルワンのリングだったかなというふうに思いますけど、タッグマッチでね、試合をさせました。その時は6人タッグだったということで、あまりこう、岡林さんに、ね、触れることができなかったので、またいつかね、こう正面からぶつかってみたいなと。小林さんのこの動き、三頭筋とかこの腕の太さめちゃくちゃかっこいいですよね。そこにあえて力比べを挑んでいくっていう。なかなかプロレスラーって痛いって言葉をリングの上で発するって結構勇気いるんですけど、言いたくなりますけど、浅田さんの場合ももうめちゃくちゃこうやってきっと連呼してるんです。三本はオッケー。オッケー。ダメだダメだ、勝てるルール決めんなんだこれ。レフェリー。いやこれ。先生。ほら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 。この指を何本まで攻めたらっていうのって団体によって差あるんですか？僕もあんな指攻めたんじゃないから。この時代にまた噛みつく攻撃っていうのやっぱこうやって、まあ、多分もしかしたらどこかでタッグを組んだことっていうのはあるのかもしれないですけど、本当に赤コーナーサイドは、ね、自然なタッグチーム、もうずっとやってるからね、今雰囲気と流れがあるタッグチームですね。返せ。指。指。この試合のテーマ、指だったんですかね。僕も改めて試合を見ながら、珍しいこれ展開だけで、ね、僕もこの時は試合が終わって、ね、こう疲れ果てた中で控え室にいたかと思うので、ね、こう改めて映像で見てますけど、なかなかここまで指に固執した試合展開する
これ今指へのドラゴンスクリューですか。初めて。ちょっとね、棚橋さんが寝てる相手にね、ドラゴンスクリューをするっていう開発、ね、はしましたけど、指にドラゴンスクリューかけるの初めて見ましたね。返せ返せ返せ、やっとー、楽楽楽、いったーい、いったー、たー、また指ってね。このね、ベテランの望月さんがね、ここまでこう、捕まる展開っていうのも、もしかしたら珍しいのかもしれないですね。しかも、赤コーナーサイドはもう、とにかく指に固執して、モッチ、こんなもんか、モッチ、モッチ、どうした、お前は違う、合わせてよ、あいたー、あいたー、あいたー、どーくらい、どー、10分経過、10分経過、これね、またでもお客さんを手拍子で乗せておきながら、あえて表紙を外すっていう、お客さんすらもイラつかせようとしている中で、望月さんがですね、で反撃、ブレーンバスターで自分に戻って、やっと岡林さんここで出番が回ってきました。この大日本の選手とも僕も何度も何度も試合をさせてもらいましたけども、結構あれですね、あのエルボーで胸板にこうするタイプの、まあ、エルボーっていうのかな、を使う選手が大日本には多いなというふうに自分も経験から思います。やっぱり大日本のこの、ね、体が大きい選手、分厚い選手が多いっていうのにこうぴったり合った攻撃ですよね。岡林さんね、このピッサリっていうのかな、合言葉です。もうなんかすごいあれですね、こうやって始めるといろいろと浸透して盛り上がってるんですね。すごい、このね、もちろん立ち上がって相手にブレンバスターするっていうのも力は大変いりますけど、膝立ちの選手にね対してやるっていうのはもうっていう中で、そしてね相手のリズムを崩して円錐切り、これね風間さんの得意な動きですね。僕もなんか前去年、世界最強タッグに出た時の初戦が確かカズマ組だったかなと思うんですけど、その時もこれで、ね、ペースを乱されました。今日はあれですね、序盤もそうですけど、正さん、あえて岡林さんにこう力っていう部分をすごい対抗していこうっていう。今度こそ投げますよ。岡林さんに今力でかなう日本のプロレスラーって何人いるかっていうぐらいね、本当パワーファイターに。こんなんじゃ効かねえ、こっちは。どうかこれ。おいおいおい。Yeah!
今もすごいですよね、試合後じゃ出た、あえてね、急所に向かって蹴りもや入れていくっていうのが、試合の次の展開まで、だから本当にこの赤コーナーサイドのなんか連携というか分散のさせ方っていうのが長い熟練のタッグって感じがして、さあもう試合はさもうねあっという間に15分経過ということで、こうやって見るとこの5月12日の後楽園ホールって結構まあドライションの中でもちろんね長いくなる試合というのが今回多かったんですよね。これはですね、マサさんが仕掛けたことにうまく望月さんが反応したという、そしてここでね、得意のツイスターかな、で、逆転のスリーカウントということで、第3試合に望月選手が勝利しました。いやね、15分を超える、熱戦ということで、そしてね、もうドラゴンゲート、そして大日本プロレスの、ベテランチームが、青コーナーに集って、そしてね、赤コーナーは、ドラショーならではの増田さんと、風間さんのタッグチームなんですが、今回は青コーナーチームに軍配が上がりました。さあ、ということで、5月12日後楽園ホール大会第3試合の、模様をお届けしました。各団体からそしてドレッションならではの、タッグマッチが、行われたんじゃないかなというふうに改めて思いました。次回ではですね、第4試合、こちらの方をですねたっぷりとお届けしていきますので、最後まで、ご覧いただければなというふうに思います。それではまた次回お会いしましょう。レオナでした。